反省とお詫びばっかり言い続けてですね、そしたら彼らはね、次から次へと要求してくる、そういう国なんですよ。だからこの際ね、で私たちのご先祖様は立派な功績をたくさん果たしてくれたと私は思いますよ。1945年に敗戦をいたしましたが、それは戦争には負けましたけども、日本が何を掲げて大東亜戦争を戦ったかと、それはアジアを植民地から解放し、人種差別のない平等な世界を作るという理念を掲げて戦ったということも私たちは教科書で教えてもらってません。そしてその勝利、その戦いには理念の面では勝ったんです。戦後日本がこうやって戦ったおかげで、たくさんの植民地が独立しました。世界から植民地がなくなりました。新しい世界の秩序を作ることに私たちのご先祖様はものすごい貢献をしたんですね。で、日本ってそういう国なんですね。世界の次の秩序を作るぐらいの、そういうね、国だということだけでもね、知っておくべきだと思います。でも、それはアメリカが許せなかった。だったら、なんなら、もしね、それを認めてしまったらね、自分たちの戦争犯罪が暴露されてしまう。だから、日本はとんでもない侵略をしたんだというふうに、そういうふうに洗脳しました。そして今、その洗脳に乗ってるのが日本と韓国の関係であります。先般日韓関係がちょっと良くなるって話になりそうですが、実は全然私はまだならないと思います。なぜなら韓国の人たちは未だにあの日本の不法な植民地支配でいます。しかし実態はどうだったでしょう。朝鮮半島の側から朝鮮を日本に統治してくれと要請があって、日本は統治に乗り込んだですね。そして当時の朝鮮半島は疫病が流行りですね、文明なんかなかった、もうほとんど未開の地で、もうね、大変な状況だった。それはね、これ大変だってことで、日本人が入っていって道路を作り、インフラを作り、学校を作り、そして医療を整え、公衆衛生を整え、朝鮮半島を文明国にしたんですね。これ日本のね、先輩たちがやったことなんです。他の国は植民地を支配するときには必ず収奪をします。これが欧米の植民地秩序というものです。19世紀以来ずっとそうでした。どの植民地も欧米が支配している間、経済は成長せず、人口が減った国も多かった。しかしその時の日本の統治下において、朝鮮の人口はめちゃくちゃ増えたんです。経済もすごく成長したんですね。そして今の韓国があるのは、日本の私たちの先輩がそうやって一生懸命やって、でしかも日本は全然儲けなかった。朝鮮に対して身銭を切って立て直した。だから日本は欧米とは違うんです。西洋文明のような、ああいうね、誰かを支配するという、そういうやり方を日本は取ったことがないんです。なのに不法な植民地支配と言われている。このことについて正しい歴史認識をまず私たちが持たなければならないです。私たちが知らないんです。知らないから彼らとまともに話もできないんです。適当な妥協をして過去を後に残して、向こうが付け入る隙をずっと残してる。反省とお詫びばっかり言い続けてですね、そしたら彼らはね、次から次へと要求してくる、そういう国なんですよ。だからこの際ね、日本がね、日韓併合と言われてるあの統治下で韓国はどうだったかということをね、もう一回ね、彼らときちっとね、証拠を出して、そして認識を変えていかなきゃいけない。韓国の側にもね、そういう話が出てきてるんですよ。で、あの、私たちはあまりにも恥ずかしい、過去の歴史も何も知らないで日本からね、何かね、せびること、脅すこと、巻き上げることばっかり考えてると言ってる人たちもいるんですよ。だから私たち言ってることは別に私たちが一方的に言ってることじゃない、事実なんですね。で、この事実の認識を韓国だけじゃありません、アメリカともやりましょうよ。アメリカとの間でもやらなきゃいけない。今の私たちの敵は誰ですか。全体主義でしょう、あるいは独裁国家でしょう。そういう国々が人口比で見たら 70% なんです。私たちは民主主義の世の中だと思ってるかもしれません。しかし民主主義の国は世界人口で見たらたった3割しかないんです。民主主義の国の方がマイノリティなんですよ。で、その国々が民主主義でない国々の横暴に対して対抗していくためには、まず我々が結束しなければいけません。それがアメリカと日本で戦後歪められた歴史認識をもう一回ね、共有しましょうってことなんです。もうアメリカの罪も問う、ね、時代でもありません。
我々日本は大東亜戦争で成し遂げた世界平等の秩序というもの、そこで結束する。そして今国連にね、中国とロシアが入ってる。それとね、一緒になって世界運営なんかできるはずがないんですよね。でも中国とロシアは戦勝国、日本は敗戦国として敵国なんですね。だからこれでね、世界がまとまれるわけがない。だから価値観が同じ国々で、間違った歴史認識をちゃんと修正して、価値観の合う国々できちんと結束していこうじゃないか。そういうことをね、やるのが今の本当の政治家の役割ではないでしょうか。ありがとうございます。そういうね、今の政権与党も、このね、根本問題をみんな先送りしてきました。先送りしてきた結果、どんどん取られるものが取られ続けてきたということなんです。で、ここで必要なのは、私たち日本人が日本を知ると。まず我々が知らなきゃいけない。我々が知らないから、やられてしまう。構造改革の話もあります。大阪では改革、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 改革。ずっと最近改革。身を切る改革、身を切る改革。しかし、改革という言葉で、30年間政治家が改革ばっかり言ったけれども、30年間何が起こったか。日本人の賃金だけが上がらなかったんですね。改革というのは一体何だと。いやね、アメリカに言われたら正しいと思い込んでしまうんですよ。企業は株主のもの。だから短期的にね、利益を上げないとね、配当を出せない企業はダメだ。コーポレートガバナンスだと言われて、そして最近ね、上場企業では、もうね、社外取締役がどんどん入ってきて、監査役がたくさん入ってきて、なんとかコンサルティングっていうのが入ってきて、彼らに多額の報酬を払う。しかしね、彼らは現場を知らない。私たちがね、何が強いか、現場が強いんです。大阪が強いのも現場ですよね。中小零細企業の現場があるから。だから世界のオンリーワンの技術を持っている企業は大阪にはたくさんあるんです。で、その現場っていうのをね、あのグローバルな連中が知るわけがない。現場が分かんない連中が、なんか評論家みたいな感じでね、企業をごちゃごちゃさせるな。これではさせるなというのが私の思いなんです。私も社外取締役やったことあるか知ってますよ。何にも分かりません。日本人のね、現場で気づいてきてるものなんてね、欧米の連中には分かりません。ただ彼らは好きあればね、ね、売り抜けて儲けようとしてるだけなんですね。しゃぶり尽くそうとしてるだけなんです。なんでそんな連中の言うことに我々は従わなきゃいけないんでしょう。我々には日本人が2000数百年にわたって営んできたね、彼らにもはるかにずっと、ね、進んだ文明があるんです。その文明のね、我々が持っているその立場をね、もう一回思い起こせば、株主重視の経営なんてね、絶対に許されないはずなんです。我々は従業員のため、地域のため、社会のため、国のために企業が一生懸命やってきたんです。国家を忘れた経済は成長しません。日本は国家のこと、これはね、考えちゃいけないと言われました。戦後しばらくの間は高度成長時代がありました。あの時の経済界の指導者には国家意識があったんですね。昔、今ね、半導体はもう日本全然ダメになりましたけど、半導体王国。世界の半導体のほとんどを日本が供給していた時代がありました。どうやってその半導体王国を築いたか。戦前、戦中を知っている当時の世代の経営者たちが、アメリカのね、IBM 何するものぞということでね、国家意識を持って日本は半導体をやるんだと言って、そして世界一の半導体王国になったんです。それが、ね、アメリカにとっては、やっぱりね、困るんですね。そこで日本の半導体王国を突き崩すために、やれ貿易摩擦だ。日本は不公正なことをやってる、言ってきたんです。そしてね、日本のメディアは、アメリカが言ってるからって大騒ぎするんですね。そしてね、官僚たちもね、最初は戦ってましたけどね、もう最近の官僚ダメですね。もうね、見てたらね、完全にね、グローバルなのに洗脳されてますね。もうだいぶね、日本は官僚もそうだし、医療界もそうでしたね。でつまりみんなが使命感を忘れてるんですね。政治家もそうですね。次の選挙のことばっかり考えてますよね。次の選挙に当選するのが最大の仕事になってしまいましたね。全部自分のためじゃないですか。自分の金のためじゃないですか。自分の使命を忘れた人たちがこれ以上各界のリーダーやってもらっちゃ困るんです。だから自分たちの使命に目覚めた人たちでこの日本の国を取り戻そうじゃないか、ね、そういう運動を、ね、皆さんで、ね、巻き起こしましょうよ。なんで患者を薬漬けにするための医療なんですか？
製薬会社が儲かるために血圧の基準を下げるなんておかしいじゃないですか。保険点数を上げるためにいらない薬をどんどん投与してるお医者さん、なんでこんなにたくさんいるんですか。たくさん検査機器買ったから検査機器を使わないと儲からないと言って病気でない人まで疑いがあると言って検査させる、国民にこれを苦しめてますよね。それで彼らは利益を求めてるわけですね。この医療を根本から変えられるのも本当は吉野さんだったんですね。東洋医学と西洋医学を結合させて人間の自然な治癒力に任せて、それによってね、食べるものから改善していくというね、人間の健康の根本から立て直していこうというね、具体的なことがすでに実践して全国に啓発活動してる、もう知られて大変有名な方ですね。その面では、いや、そういう知事をね、私出したかったですね。もう全然違ったと思いますよ。で、そういう事例がね、一つでも大阪でできれば、他でもね、あ、こういう人が知事にならなきゃいけないんだというね、もうニュースキャスターばっかりが知事になる時代困るんですよ。誰とは言いませんけどね、なんか緑のたぬきおばさんとかね、何やってんだろうねと思いますね。すぐね、南の神奈川かわいそうでしたね、まあ、よく知ってますよ、あのニュースキャスターやってた人も私と親しくしてますよ。でも他にね、みんな神奈川の友人言ってましたよ、選択肢がないって言って。僕はろくな人、あんまり言っちゃいけないんだけどもと思いますよね。で、いやね、吉野さん神奈川に出した方が良かったんじゃないかって、ちょっと冗談に言ってたんですけどね。だけど我々にとってね、選択肢がないのが不幸なんです。で、維新という選択肢しか大阪にはなかったんです。だからね、もう一つ別のね、選択肢があるんだよ。そして維新も行き過ぎたら、さっきちょっと言った売国度になっちゃうよと、我々の日本を取り戻そうよという選択肢をね、提示したんです。戦いはこれからですから。これから大阪府下各地域16人これから出します。森本さんもその一人になる予定になってます。この池田氏では彼をね、皆さんでぜひ押し上げて、そしてね、大阪から日本を取り戻そう運動をですね、本物にしていく。吉野さんは敗れたかもしれませんが、ただ大阪でこれだけの人たちに支えていただいた、興味の輪を広げたので、いずれ大阪で何らかの形でね、頑張ってもらう日が来るというふうに思っています。その吉野さんが大阪で本当に立ち上がれる次の機会に向けて、それまでに大阪の各市で市議会議員をたくさん誕生させてですね、そして行き過ぎた維新の利権政治とまで言ってはいけないのかもしれませんが、そうですね、それに少しでもストップをかけて、府民の立場に立った、日本の立場に立った、日本を軸としたもう一つの選択肢を皆さんでどんどん作っていただきたいと思ってます。参政党は、あの名前の通り、国民が参加する政党だということはよくお聞きになっていると思います。で、ただね、これ、実際にね、国民が政治に参加する仕組みを作ってるってことが大事なんです。今度、森本さんが、池田市会議員になりましたら、この池田市にはですね、参加するルートが開けます。政治に住民が参加するルートが開けるんです。で、すでに私たちは、これ私必ずこれから言っていかなきゃいけないと思ってるんですけど、すでに私たちは参政党の地方議員は結構います。20何人か30人か忘れましたけどね、それぐらいいるんです。で、毎月のようにズーム会議やってます。そしてそれぞれの地域の課題をみんなでシェアするんです。で、このシェアをして、そして統一運動を起こそう。統一行動を全国で起こそうということもやるんです。例えば子供に打たせない。これを各自治体で決議を出そう。そのためにみんな一斉に動きましたよ。そうやって森本さんがもし議員になっても、いや、もしじゃなくてなった時にはですね、その一員に加わるんです。そしてこの池田氏の課題をみんなに共有してもらって、必要であれば全国統一運動やり、そして国にしかできないことがあった時には、我々は国政政党ですから国政の方に吸い上げていきます。質問主意書はもう一番たくさん出しているのが神谷総平議員です。これも党員がみんなでサポートして出してます。いろんなね、問題意識を全国から吸い上げて、それを質問主意書にしています。で、もうこの通常国会でもバンバン出してますね。で、そういう活動をして、この住民が政治に何か参画して、ものを申す、考えていく。で、これを国政に反映させる具体的なルートを私たちはもう動かしていると。そこに森本さんを加わってほしいということなんですね。
という意味がありますので、ぜひこのことをですね、参政党は今までの政党とは違う仕組みを持っているんだということだけでもね、伝えてほしいなというふうに思います。まあ、冒頭に申しましたようにですね、何といってもこのテレビが全てを決めている世の中です。どの地方に行っても参政党の名前すら知らない人がたくさんいるという現実、それを我々は必死で今克服しているわけです。一人一人と多くできるだけ住民と接触して、我々の存在を知ってもらえるのはこの統一地方選だと思います。そこに向けましてですね、これからも我々、私もまた大阪に来ますけれども、この国民運動に発展させていく、政治は他人事ではありません。ほっといたら何が起こったか、30年間日本人の賃金だけが上がらない世の中になってしまったじゃないですか。海外にどんどん、ね、お金が流れる、そういう構造改革が行われてしまったじゃないですか。財政を出動、ね、しなかったために、海外に行ってるお金を日本の国内で回せばいいのに、でもね、財政規律という間違った考え方のもとにね、我々が持ってる十分なね、金融資産4000兆円もある金融資産を十分活用できないで、そして私たちはどん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 豊かさを将来に向けて実感できない世の中になってしまったじゃないですか。今の若者は皆さん、自分の最大の関心事は老後のことだと言ってますよ。私が若い頃に老後のことなんて考えたこともありませんでしたよ。一生懸命頑張ってら必ずね、幸せになるのは当たり前だと思っていた。それが今は違うんですね。で、これをね、ひっくり返さないと少子化も反転しません。少子化を直すにはですね、やはり未来に向けて、これね、日本が明るいよと、そして日本って何よりも素晴らしい国なんだ、やればできる国なんだという自信を一人一人が持っていくことがですね、次の、少子化対策にもなり、そして次の日本を開く、そして次の大阪を開くことにもつながる、そのことをですね、これからも訴え続けてまいりたいと思います。言ってしまってる、府民が払ってる電気代がもしかしたらかなり部分が中国に流れてるかもしれない。その構造がですね、どんどん強まってるんですね。海外の力を利用して経済成長をするっていうのはもう古いんですよ。そんなこと言ってる自民党も同じですよ。そんなこと言ってたらダメですよ。もう我々の力で経済成長しなきゃいけないんです。日本はそれだけの力があるのに、なんでこんなにね、海外にばっかりべったりするのか。で、どうも聞いてみたら、今度は中国の利権がいろいろあるみたいですね。まあこの場で言うとね、いろいろ語弊がありますから具体的なことは言いません。びっくりしました。私もね、維新の関係の人たちいろいろ知ってますから、でもね、それはちょっと言えないなというのがいっぱいあるんですね。もうね、想像していただければと思います。もうね、中国にしょっちゅう行ってるみたいですね。これを何て言うでしょうか。私はね、あんまりこのきつい言葉を言うのが好きじゃないので、あんまり言わないんです。でもね、この間ね、なんか今ね、48とか言うらしいですね。なんか NHK とか言ってたのがいつの間にか48になっている。なんかずらーっとね、女の子の顔がね、たくさん出てるんですね、ホームページ見たら。ね、そこのね、当初の幹事長やってた人がね、我々をいじめに来たんですよね。すごいいじめてましたね。ね。で、ああいういじめってね、本当にね、子供の教育上良くないですよね。ね、そういうね、政党が多い中で、赤尾由美さんという我々の仲間がね、おだまりって言ったんです。おだまりおばさんで有名になっちゃったって本人言ってますけどね。で、おだまりの次に何を言ったか、売国道って言ったんですよ。売国道、あれ、大阪に売国道いっぱいいんじゃないかなと。それがふさわしいんじゃないかな。まあ直接言いませんよ、誰々が売国だととはね、名前を挙げたらね、神谷さんが怒るんですよ。最近ね、国政政党だから、ね、具体的に個別の名称は言わないでください。だからあえて維新とは言いませんね。いやー、ここね、大阪の売国が始まってるんじゃないかなと。これはまずい。私も昔大阪に住んでたんですね。の2年ちょっとぐらい住んでたことがあって、ここで仕事がしたことがあります。だから大変大阪の水に馴染んでましてね、生まれたのも関西だったんですけども、やっぱりね、関西の水が合いましてね、でしょっちゅう大阪に来てたんですね。で、この大阪がだんだんで来るたんびに、中小企業のね、社長さんが言う言葉がね、もうね、もうダメだと。東京にどんどん奪われていってしまってですね、もうね、本社もどんどんなくなっていくしね、大阪は衰退するしかないんだと。もうね、なんか隣の大陸の力を借りないとね、経済が回んないみたいな、本当にね、なんかどっかに頼ってるような
そんな感じになっていて、大阪らしさがどんどん失われてしまっていると大変心配しました。でその解決をね、海外の力を入れることによってやるというのはね、これ間違いなんです。そしてそのね、今言った固有名詞の等は、私昔ねいたことがあるから分かるんですけども、同州制ってね一生懸命やってますよね。同州制っていうのは売国の一番早い道なんですね。地方でできることは地方でいいんですよ、もちろん地方が自立しなきゃいけないから。だけど一番肝心のところは国がやんなきゃいけないんですね。だからね、同州制にしたらね、この有名な橋本さんって方が言ってましたね。いやね、関西が独立したらいいとか、中部が名古屋のあたりが独立したらいいとかね、独立国にしたらそこはどんどん中国に取られていきます。もうオーストラリアでそれが起こってました。だから彼らは目が覚めたんですね。どんどん分権したらね、もう侵略は地方から、どうぞ侵略してくださいと言うんですか、まあ、それは私もね、あの維新にいた時にね、党内で言ってたんですよ。彼らがあんまり同州制っていうから。で松並さんは同州制のね、もう第一人者だったんですけどね。だけどね、私ね違うと思ってたんです。同州制やるんだ、その前に国家の力を強めないとね、これ大変なことになると思ってましたよ。だから国家感がなかったんです。だから石原さん怒っちゃったんですね。で我々はね、何と言っても日本国家がちゃんとしなかったら地方だってちゃんとしないんですよ。まずね、国がねちゃんとやらないと。でもね、その国がちゃんとやるためにはね、地方からどん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 ね、イニシアチブ取って、大阪って何でもね、昔は東京何するものぞのね、心意気ありましたよ。そういうものを取り戻すのは海外の力じゃダメなんですよ。私たちの力で大阪らしいものは一体何なのかということを自分たちで考えて、そしてお金の回しもね、自分たちで中心にやっていくんです。とにかくコロナが終わったらインバウンドだインバウンドだして、なんかね、東京よりもね、大阪の方が、大阪よりも九州の方がものすごくたくさん外国人いますね、これ。でこの外国人に頼ってね、そして何が起こるかって言ったら、最近出てきたのが虫を食えですよ。これをね、私がね実感したのはね、東京のね、この銀座で街頭演説してて、ちょうど、時間が空いたのでそばのデパートに行ったんですね。そしてね、エスカレーター上がって行ったら、あれ、ここは上海空港かな、北京空港かなと。ずっと中国語のアナウンスが続くんですね。何言ってかさっぱり分かんないですね。そしてあるフロアに来ましたらね、いろんなね特設コーナーがありまして、パッと見たらね、コオロギスナックが置いてあったんですね。これ将来の日本を暗示してるなと思いましたね。いやね、彼らはあちこちで中国語を流して、今ね東京駅だってね中国語の放送が長く続きますよね。日本人を中国語に慣れさせて、そしていつの間にか中国の人たちは今食料が不足してるんですよね。ですから北海道に行って、北海道の食料基地、彼らがどんどん買い占めてるんです。今巨大なサイロが釧路港にできてますね。そこにね、本州の人向けの食料基地じゃなくて中国向けの食料基地が作られてるんですね。で彼らは北海道の美味しいものをたくさん輸入するかもしれない。そして日本は食料不足になったらコオロギ食えですかね。コオロギ食べたい人って、ね、私に今までいろんなところでコオロギ食べたい人手を挙げてくださいって、食べてもいい人手を挙げてくださいって誰も手を挙げたことないんですね。もう言うまで聞くまでもないですね。これ虫は食べたくないですよね、皆さん。でね、この虫というのはこれ食べてはいけないものなんです。なんで人類は今まで昆虫を食べたことがなかったかと。どんなに飢饉で食べ物がなくなっても木の根っこは食べても虫だけは食べなかった理由があるんです。どんなに焼いてよく焼いてもね、食べられない理由があるんです。ものすごくたくさんね、バイ菌が入ってるんですね。これもね、焼いてもね、毒性が消えないものが入ってるらしいんですね。だから食べなかったんですね。でそれがね、いつの間にか給食の中にコオロギの粉が入ってるかもしれないとかですね、わからないらしいですよ。この間参政党がちゃんと質問主意書を政府に出しましてね、このコオロギ昆虫食どう考えてるのかと。もうね、普及を前提に研究始めてるみたいですよ。フードテックとかってね、またカタカナ使ってですね、フードテックとか言うとですね、昆虫というとね、国民嫌がると思ってね、フードテックって言ってですね。で、その研究を進めてるけれども、でもね、国民の意見をよく聞いてまいりたいという答弁を取ったんで、だから私たちはね、今回の統一地方選でも、昆虫食やめろ、ストップザ昆虫食ということで、全国で今やってます。声を上げないと。政府が国民の声をよく聞くって言ったんだから、だったら声を上げないといけない。ということを今進めてます。大阪は食い倒れの
町と言われてますよ。美味しいものたくさんあるじゃないですか。日本で取れるものいっぱいあるじゃないですか。そして私たちは、ね、まだまだね、農地増やせるんです。空き地がたくさんある。耕作放棄地は埼玉県1県分ぐらいあるんですよ。でこれをね、農地にして、今ね、減反ってやってますけど、減反をやめればそれだけね、米がたくさん手に入るんですよ。いくらでもね、私たち日本食増やせるのに、なぜだか外国のものを輸入させて、食料自給率 38% にして、アメリカに頼らせて、いざとなったらアメリカで売れなくなったものを日本人に食べさせる。そういうものを、ね、構造に置かれてるということに対抗して私たち立ち上がらなきゃいけないんです。お医者さんにかかるっていうのは大体病気が発症してからかかりますね。そうじゃなくて、病気を発症させない、病気にさせない、そういうね、そういう健康ということを軸にした、そういうね、行政を吉野さんだったらね、大阪モデルでできると思いました。だからね、もう正直言って、彼が知事になったらどれだけ大阪が良くなるかなと思いましたよ。だけどね、まあ結果は結果です。なぜこの結果になったのか、昨夜の記者会見でもちょっと申し上げましたけれども、やっぱりね、テレビなんですね。一つはね、テレビで、テレビしか見てない方がね、やっぱり圧倒的に多いんです。ネットをご覧の方はね、すっごくよく参政党のことを応援してくださってます。でもね、そのネットを見ない人が多いんですよね。 YouTube を見ない、インターネットをやっても YouTube を見ない人が結構多いんです。そうすると参政党っていう政党の存在すら知らない人が圧倒的に多いっていうことがですね、これだんだん分かってきました。まあね、あのちょっとテレビに出るとね、すぐ名前はね、知られるんですが、そのちょっとでも出してくれない。私がこの間ようやくちょっとだけ出たんですね、ニュースで。ほんのちょっとだけ。そしたらすぐに、もうすごい、翌日すごい反応でしたよ。こんなにテレビって効果あるんだ。吉野さんも、ね、この討論番組テレビで出たら、翌日、この通っていく人たちの反応が全然違ったと言ってた。ほとんど日本の政治ってね、テレビが決めてるようなもんじゃないですか。政権与党がね、これはね、ひっくり返そうと思ったら、テレビがめちゃくちゃ叩いたら、政権が交代をしました。民主党に勝ったことありましたね。でも国民から見たらとんでもなかったというふうになりましたね。とにかくテレビが政治を決めてる。ワイドショー政治って言葉もあるんですよ。ワイドショーっていうのは、大体この取り上げますとね、その途端に政権の支持率落ちるんですね。だから予算委員会やってる間はね、もう政権の支持率下がるんですよ。下がるから、ワイドショーが取り上げるから。で、そして、あの野党がわーわー言って、それをね、ワイドショーが取り上げるから。だからね、支持率が圧倒的に下がってしまう。こんなことで日本のね、日本人の生活が左右され、将来が決められたら叶わないんですよ。だからこのメディア支配の構造から脱却するために、国民の皆さんに一人でも多く、メディアの言うことは半分眉唾だと、自分の頭でね、正しい情報を取るようにしてくださいというメッセージだけでも伝えなきゃいけないということで、私たちは今もやってますし、これからもやっていきたいと思います。吉野さんが17日間も必死で、朝早くから寝るまでもう3時間睡眠だと言ってましたね。そうやって頑張っていただいて、そしてあっちこっちにね、種をまいて、いろんな町でこうやって話をして、いろんな人たちが共鳴してくれた。そして真実のことが分かったと納得した人もたくさんいらっしゃった。しかしテレビのを見てる人たち、テレビしか見てない人たちが圧倒的に多い中で、これは桁違いの努力が必要だったんですね。だけどこれはね、まだこれからなんです。道はそんなにね、簡単に世の中変わるもんではない。道は遠いかもしれない。だけどもね、一歩一歩これをやらないと、私たちの手に政治を取り戻せない。それぐらいグローバルな勢力って強いんですね。それと対抗していくためには、私たち自身が軸を持たなきゃいけない。だから大阪から日本を取り戻そう。大阪に日本の軸をね、きちっと打ち立てよう。そうすればね、大阪、本当の大阪を取り戻せますし、本来私たちが働いたのにふさわしいだけのね、それだけの豊かさもね、取り戻せる。絶対そうなるということをね、もうどんどんメッセージとして吉野さんが出してくれた。それを吉野さんの街頭演説を聞いた方々がどん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 拡散し続けてほしいです。子どもたちに自尊心を私たちは伝えているつもりなんです。それは簡単なことです。日本って素晴らしい国だということを言えば十分なんですね。どんな人間だって自分が生まれた国をね、大事にしたいんです。でも日本人だけがずっとそれをね、やっちゃいけないと言われてきました。まあ、振り返ってみますと、
もうあの明治維新から昨年で154年が経ちました。ちょうど77年で2つの半分に割れるんですね。で、1868年に明治維新が起こる、その直前は今の日本と当時は似たような状況にありました。グローバリズムが日本に押し寄せてきました。海外が押し寄せてきて日本を植民地化しようとしたわけですね。他のアジアの国々と同じように日本は植民地化できるというふうに欧米は考えました。で、黒船が来ました。日本人は目覚めました。蒸気船というね、ああいう話もありましたね。そして目覚めて明治維新の志士たちが立ち上がって、そして日本を植民地化しなかった、させなかった。そして近代国家を作りました。当時は日本という軸がありました。私たちの先輩には日本という軸があったんです。ところがそれから77年を経て、1945年の敗戦から今までの77年どうかと。前の77年と比べて後の77年は日本という軸を失ってしまった77年なんではないでしょうか。私たちは昨年運動を起こした時に明治維新の志士たちと同じような気持ちで、もう一度日本の軸を取り戻そうということを訴えました。で、そしたらたくさんの人が抗議してくれたんですね。もう国民運動が起こった。で、その国民運動をこの大阪でもね、さらに発展させようと思いました。やはりね、続いてるなと思いました。この間最終の舞妓納めの時に吉野さんのところに神谷さんと武田邦彦先生が来て、なんと3000人以上集まったって言うんですね。知事選の選挙に3000人以上が動員もせずに集まるっていう、やっぱり国民運動が続いてると思ったんです。で、この国民運動は我々の日本人の DNA が目覚めたという国民運動なんですね。別に国粋主義になる必要はありません。日本だけが偉いという人は全然ありません。そうじゃなくて、せめて他の国の人たちが自分の国が大事だと思うぐらい、私たちも日本の国を大事に思うよ。異常に私たちは別の方向にぶれさせられていたんですね。